富山雄造は日本の指揮者、作曲家。東京市牛込区出身。東京芸術大学音楽学部作曲家卒業。父は作曲家の富山国彦。弟は声楽家、合唱指揮者の富山光治。その後、大阪フィルハーモニー交響楽団では専属指揮者を、京都市交響楽団では常任指揮者を、名古屋フィルハーモニー交響楽団では、 音楽総監督、常任指揮者を仙台フィルハーモニー管弦楽団及び神奈川フィルハーモニー管弦楽団で音楽監督をそれぞれ歴任した。現在は NHK 交響楽団の正式者を小高忠明と共に担当し、2015年3月まで愛知県立芸術大学で客員教授も務めていた。作曲活動も活発で発表作品が多数ある。 多数の受賞経験があるほか、チャイコフスキー国際コンクールや、セイチェチーリア音楽院国際指揮者コンクールなどの審査員も務めている。2016年、大阪公共楽団のミュージックアドバイザー、2020年、名誉指揮者。テレビ番組にもよく出演しており、1980年代には、ファンタスティックオーケストラ、メイフィルミュージックドリーム、富山雄三音楽、 世界の旅等で司会を務めた。現在は NHKFM 放送の番組 FM シンフォニーコンサートで名古屋発で放送される日にパーソナリティをしている。政治など社会情勢にも関心が深く日本国憲法第9条を呼び新しい憲法の話に曲をつけた合唱曲も発表している。公述の著書オーケストラは市民とにもにも 日本フィルハーモニー交響楽団の労働葬儀を描いたものである。大台は楽府による。ありがとうございます。